帯川。帯川、英表記、帯、ロシア語、は、ロシア連邦西シベリア定地を流れる川である。支流のエルティシ川は、アルタイ山脈を水源とし、カザフスタン共和国の領内を通る。中流では、チュメニ油田を横切り、サレハルドを西に 180km 流れて、帯湾に注ぎ込む。河口の位置は、北極圏、統計70度に当たる。 河口には中須がありはっきり川口と帯湾の境目が分かる。河口の幅は約3トルである。全長は帯川の本流をどの川とするかによって数値が分かれる。エルキシ川とした場合は約5 5 7 0トル、カトニ川とした場合3 6 5 0トルである。流域面積は 約243万キロメートル。全長は5570キロメートルとした場合に、世界第五位。流域面積では、エニセイ川に次いで、世界第7位である。オビ川は、ハンティ人のハンティ号による呼び名では、アス川、ヤグ川、コルタ川、イエマ川などとなる。ネネツ人は、コルタ川、クアイ川と呼ぶ。野による呼び名では、ウマル川、または、オマル川と呼ぶ。 ロシア人による征服以前、シビル半国が、帯川及びエルティシ川流域の広い範囲を支配しており、沿岸の町の多くがこの時代に築かれた。帯川は、アルタイ地方、第二位の都市ビースクの南西二十五キロメートルで、ビア川とカトゥニ川が交流してできる。この二つの川は、源流がアルタイ山脈にある。ビア川は、山脈内の湖テレツコイエコに発し、 カトゥニ川は、ベルーハ山、標高4506メートルの氷河から発する。丘陵地帯を蛇行しながら進む、オビ川はノボシビルスクなどの大都市を通り北や西へと、曲がり、トムスクへ至り、やがて、トムスク州の平原地帯を北西へ進み、西向きを変えて、ハンティマンシーズ地間区を流れ、北緯61度、東経69度のハンティマンシースク付近でエルティシ、川と合流し、 西シベリア定地を北へ、ウラル山脈と平行に流れた後、東向きにオビワンへと入る。東にグイダンスキー半島、西にヤマル半島に挟まれたオビワンは、南北8 0 0トルから9 5 0トル、800マイルほどの長があり、からかいで北極海に合流する。オビ川第一の支流であるエルティシ川は、合流点から源流までの距離が、 帯川本流よりも長い。中国のウイグル自治区北端、アルタイ山脈南麓に発して、カザフスタンに入り、北西へ流れ、ロシア領内に入ってオムスクなどを通り北へ向きを変え、帯川に合流する。帯川の大きな支流には、ウガン川は、トミ川、チュリム川、ケチ川、ティム川、バフ川などがある。サガン川は、西から南へバシュガン川、エルキシ川、 その大きな支流は、エシム川イシム、トボル川トバール、トゥラ川ツラ、タブダ川、トベガ、ソシバ川ソバなど、アレー川がある。帯川流域の植生は、上流は、ステップ、半砂漠、タイガショウタク地、下流はツンドラなどである。また流域は、広い氾濫源が広がり、無数の支流や分流、三日月湖などが続く。帯川は、 上流のバルナウル付近では11月頃から4月末頃まで凍結し、下流の川口部にあるサレハルド、北極圏付近にあるでは10月末から6月初めまで凍結する。帯川は主として、灌溉、水道、水力発電、漁業、水運などに利用されている。帯川水系における航行可能な川は、総延長は1万5 0 0 0トルほどに達する。 二十世紀初頭にシベリア鉄道が開通するより前は河川が凍結しない季節のシベリア横断の旅には帯川水系を使った水運が非常に重要であったシベリアの河川交通も参照帯川水系の方向は概ね南北方向であり水は極寒の北極圏へと流れてしまうが上流部では数多くの支流がユーラシア大陸中央部を東西に大きく広がっているため 支流から支流へと航行することで、東西方向へシベリアを横断することが可能だった。20世紀の初めまでは、ボルガ川水系にあるモスクワなどのロシア中央部から、シベリアへは、ボルガ川支流の釜川や、ベラヤ川を遡り、ウラル山脈の近くまで行き船を降り、山を越えてエルティシカワ支流の港へ出るのが、一般的なルートとなっている。1885年。 鎌川流域のペルミとウラル山脈の東のエカテリンブルクとを結ぶ鉄道がエルキシュ川のシリュートラ川沿岸の港町チュメニまで延伸した。これによりチュメニはボルガ川流域に向かう鉄道の東端の町で、かつ帯川水系の西側に位置する港町として重要な町となった。帯川水系の東側では富川沿岸のトムスクが重要な港町であった。 また、チュメニには1836年に最初の蒸気船が登場し、帯川の中流域は1845年以降、蒸気船で東西へ航行できるようになった。さらに、帯川水系とその東のエニセイ川水系を結ぶため、帯川の東の支流ケチ川からエニセイ川につながる、帯エニセイ運河が19世紀末に建設されたが、 同時期に建設されていたシベリア鉄道に立ち打ちできず、しばらくして放棄された。シベリア鉄道の完成により、東西を直結する上に年中使える交通路が提供されたが、帯川水系は、シベリア鉄道沿いの港町であるオムスクや、ノボシビルスクと、チュメニ州やトムスク州の広い範囲とを結ぶ物流の重要な経路として残った。20世紀後半には、 流域のさらに広い範囲に鉄道が伸びたが、水分は鉄道のない地域への輸送や重量物の輸送の手段として今でも重要である。帯川流域には巨大ダムが多く建設された。1956年には帯川本流のノボシビルスク付近にとりわけ大きなダムが完成し、シベリア最大級の人工湖、通称は帯海が作られた。 1960年代から1980年代に、かけ、ソビエト連邦の科学者、技術者、官僚らは、帯川やエルティシ川の水を南へ導いて、アラル海を潤し、中央アジアのステップを農場へと変える、大規模な自然改造計画発表していた。しかしこの計画は計画の域を出ることなく、1986年には、経済的事情や環境への影響の大きさを理由に、 放棄された。下流より記載楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。